こんにちは、よーくん街ブラチャンネルです。本日は佐賀駅周辺の散策で奥深い街の様子を見ていきます。よろしくお願いします。はい、こちら佐賀駅構内の様子。コンパクトな駅ですが、駅構内にはいろいろお店があります。佐賀のお土産コーナーがあって、ちょうど写真があったので写しました。これでね、割と代表的なお菓子とか食べ物が伝わるかなと思います。お土産コーナーのお店からカメラを回すと、細い通路がありまして、ここにもね、たくさんの飲食店が並んでました。どうでしょう、佐賀ってなんか田舎のイメージがあるとよく耳にしますが、やはりね、中心駅は結構整ってますよね。ここでちょっと気になったお店を紹介。右手側の看板にウフフというね、飲食店があります。なんかね、面白い名前ですよね。店はまだ朝早く開いてませんでしたが、なんということでしょう、このパフェの種類は全部で150種類とかね、凄まじいですね。他にも美味しそうな料理の写真が載せられてます。調べたら佐賀駅だけではなく、駅近辺にもね、お店があるみたいです。佐賀ではね、きっと有名なんでしょうね。それでは繁華街方面ではない、まず北口の様子から見ていきましょう。ミスドのあるこちら側ですね。はい、佐賀駅北口の様子はこんな感じ。すごい都会ではないですけど、雑居ビルがあったりね、あとはマンションがあったりと、落ち着いた街を形成しています。なかなかね、落ち着いた雰囲気で僕は結構好きです。駅を出たね、右手側にビルがありまして、最近できたのかな、下にはね、テナント募集とかありました。これね、さりげなく一等地なので、誰か早めに入居した方が良さそうですね。駅前のスクランブル交差点、周りの様子はこんな感じで、僕の後ろ側には、はい、焼肉屋さんがあります。ここの角田さんのホームページを見たら、佐賀牛、黒毛和牛をお手頃価格でとの記載が。そう、佐賀牛といえば全国でもとても有名、関東の自分でもよく耳にします。あと佐賀の印象は結構ね、マンションが多いなと感じます。僕の見解ですけど、佐賀は福岡の通勤圏だからかなと思います。福岡まで特急で約40分、普通電車でも小1時間ぐらいで着いちゃうんですよ。しかも空港も近くにあり、交通の便はね、優れてると思います。こちら駅の運賃表ですが、博多までは1130円、福岡第三の都市久留米までも660円。久留米からね、今日来ましたが、普通の路線バスで佐賀まで着きました。いや、福岡からね、すごい近いですよね。だから佐賀って全然僻地でもなく、むしろ大都会に近いね、落ち着いた都市、そんな印象を受けました。今回行けませんでしたが、バスで北方面へ約45分先に古湯温泉、なんと2000年の歴史を持つとか。はい、ここまで動画を見て、佐賀の魅力、奥深さをだんだん皆さん感じてきましたが、これはまだまだ序の口。それではいよいよ佐賀駅南口、繁華街方面を散策して、佐賀の奥深ポイント、グルメを、探しましょう。はい、こちら佐賀駅南口、駅前の様子。見ての通り、今工事中となってます。そんな佐賀駅前、完成予定図はこちら。おー、なんか綺麗に整備されてますね。本当はね、完成した時に来るべきだったかもしれません。ま、それは置いといて、駅から出た左側にはコムボックスという小規模の複合商業施設。まあまあ、右側がね、結構すごくて、真新しい中規模のビル群が建ってます。では駅前から伸びるこちらのメイン通りを歩いて街を散策していきます。駅前は結構オフィスビルで埋め尽くされています。通りの様子はこんな感じ。こちらは最初の交差点付近の様子ですが、なかなか都会です。佐賀駅前からこの通りは結構ね、都会的な景色が味わえます。ここの通りをまっすぐ歩くと県庁、バスを利用すると空港方面まで行けるみたいです。佐賀空港は国際線もありますが、国内は羽田、成田に便があるとのこと。で、ここでカメラを回して左側、何やらね、いっぱい銅像が立ってます。近づいてみるとね、おー、たくさん並んでますね。すごいですね。そう、佐賀ってね、偉人が多く誕生してる地なんですよ。皆さん知ってましたか？こちら、左側の像、大隈重信、政治家、早稲田大学でね、有名なお方です。大隈さんもね、佐賀出身とのこと。佐賀はこちらの広場以外にも、駅からメイン通りに多くの偉人の像が立ってます。鹿児島の偉人もね、すごかったですが、佐賀も負けずと素晴らしいです。さあ、メイン通りに戻りまして、右手側には村岡屋、佐賀で有名なお菓子屋さんがあります。
こちら佐賀錦、佐賀の鍋島家に伝わる伝統織物佐賀錦をイメージされたとか、上品な味がしてね、とても美味しかったです。あと村岡屋からちょっと斜め後ろ駅方向に戻るとね、カレー専門店、さすが佐賀ね、佐賀牛を使ってますね。では先ほどの村岡屋からさらに南方向へメイン通りを進んでいきます。はい、そして佐賀銀行、茶色の建物です。こちらの交差点を左側に曲がります。でこちらメイン通りと並行している通り、愛慶通りです。愛慶町は佐賀市の歓楽街ですね。この辺りはね、夜になると看板の明かりが綺麗に灯されるかと思います。ほらこう見るとね、歓楽街なかなかの規模ですよね。で奥にはアーケードの屋根が見えます。でアーケード街の様子はこんな感じ。人はね多くないですが、今地方都市は郊外へ買い物客が流れているので、ある意味ね仕方ないことかもしれません。ただ元気に営業しているお店もありまして、こちらラーメン屋さん、おーなんかね辛いもの好きにはねもってこいのお店ですね。他にも赤ちゃんというねお弁当屋さんかな、うふふもそうでしたけどね、なかなかユニークなお店の名前ですよね。結構ね散策すれば新たな発見がねあるかと思います。ではアーケード街を抜けて先ほどのメイン通りへ戻ってきました。この辺りは少し駅から離れたところですが、まだまだビル群が続いてて都会的な景色が広がってます。で画面右奥にはこちら玉屋百貨店があります。ウィキペディアでは佐賀唯一の百貨店になったとの情報、これからも頑張ってもらいたいです。では玉屋百貨店の交差点を左側に曲がり、ちょうど先ほどのアーケード街と並行して進んでいきます。そんなイメージです。この先進むとムツゴロウ広場、イベント会場かと思います。佐賀といえばねムツゴロウなんですけど、他佐賀県内にはムツゴロウという名前のつく施設がいくつかあるとか。ムツゴロウ広場付近からさらに進むと長崎街道、こちらを進むと佐賀の素晴らしき観光地へ巡り合うこととなります。この奥です。はい、こちら佐賀市歴史民俗館エリア、手前の建物は旧古賀銀行で、大正8年頃には九州の五大銀行の一つまでに成長したとか。こちらは古賀銀行創設者の旧古賀家の住宅、明治17年に建設されたみたいです。いやー味わい深いですね。このエリアは佐賀の実業家商人の家が立ち並んでて、当時のね裕福な家の様子が楽しめました。雰囲気もねノスタルジックでほんと素晴らしいですね。そんな古き建物を現在ではお茶屋さんとかね利用してて、お店もね多く見受けられました。ここは佐賀に来たら外せないスポットかと思います。ではここで佐賀の有名なグルメをいただきます。旧古賀銀行の中にあるロマンザというお店、ここでシシリアンライスをいただきました。佐賀のねご当地グルメとのこと、なんともね上品で美味しかったです。では佐賀市歴史民俗館エリアを後にして、はい、今歩いてる通りは先ほどの長崎通りを平行に歩いてます。ちょうどアーケード街ともね平行に歩いててメイン通りへ戻る道、そんなイメージで良いかと思います。でこの通り沿いには佐賀神社、佐賀鍋島藩10代藩主鍋島直政と11代藩主直弘を祀る神社で有名です。さらに進むとあちらの建物は佐賀県庁、奥には今回残念ながら行けなかった佐賀城跡もあります。皆さんね佐賀に行った時はぜひ行ってみてください。ではメイン通りに戻り駅方向まで戻っていきます。そう、あと忘れてはいけない映像がありまして、今映ってる右手側の建物はバルーンミュージアム。佐賀ってね実はバルーンで有名なんですよ。皆さん知ってましたか？毎年ね佐賀インターナショナルバルーンフェスタといって、佐賀市の河川敷で開催されてるアジア最大級の国際熱気球大会とかね。いやー佐賀はね奥が深いですね。あと佐賀って動画の前半で偉人の像を見せましたが、この通り沿いにはね他にも江崎グリコの創業者江崎利一さんの像がありまして、グリコのお菓子を持ってますね。で江崎さんのお隣には森永太一郎さん、森永製菓の創業者です。森永のねミルクキャラメルを持ってます。他にも近代医学の礎を築いた医学者など、佐賀ってねほんとすごいですよね。佐賀があってこその現在の日本といってもね過言じゃないと思います。ちなみに駅に戻る途中の通りにはポール・スミスのお店をはじめ、まあほんの一部のエリアなんですけどね、おしゃれなお店が軒を連ねている場所がありました。もっと時間をかけて散策したらいろいろな発見ができるかもしれません。どうでしょう、佐賀はねかなり奥深いですよね。この動画はほんのざっくりな紹介なんで、ぜひ気になったら佐賀をもっと調べて旅行してみてはどうでしょうか。
はい、以上佐賀駅周辺を散策する動画でやってきました。この動画が良かったと思ったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴大変お疲れ様でした。